はい、皆さんこんにちは、タカです。今日はですね、ようやく見つけた100円ショップの万年筆、ダイソーで買いました。万年筆、まあ、型番とかよくわかんないんですけど、ダイソーに売ってた万年筆で、実は僕この100均で売ってる万年筆って僕が予想してたのこれじゃないんですよね。なんか白とシルバーの2種類みたいな、なんかそんな感じの万年筆を探してたんですけど、それはなくてこれでした。変わったのかな、どうなんでしょうね。ちなみにこれはプラチナって書いてますね。で、カートリッジを見てもこれプラチナのカートリッジですよね。あの玉がついてる。で、後ろにもプラチナ万年筆株式会社と書いてます。ということはこれダイソーがプラチナの万年筆を、まあ、とりあえずちょっと開けてみましょうか。これね、ペン先、よいしょ。はい。ペン先にビニールの筒が刺さってます。これキャップですね。こんな感じですね。で、まあボディはね、このプラスチック感バリバリで非常に安っぽいです。非常に安っぽい。でもこのペン先がなんかプラチナの P、 僕の最近買ったバランスにもついてたP っていうねのが書いてあります。で、ここにこのボール付き、これね、このカートリッジを挿します。多分いろんな色があるんだと思うんですよ。で、まあまずは書きやすいのかどうかということで、100円ショップですからね、試してみましょう。早速刺します。よっと、はい、うん、いい感じにしっかり刺さります。でもやっぱりこれさすがですよ、安っぽいの。持った感じもすごい安っぽい、うん、プラスチックですからね。すごい軽くて、まあボディはね、サラサラっていう感じです。これが書きやすかったらもう本当にね、もう間違って壊れちゃってもいいやみたいなぐらいに気軽に、たくさん、ほんと気軽に使える万年筆になりそうですけどね。書き味はどうなんでしょうか。ちょっとインク出るまで待ってみます。はい、じゃあそろそろ出たかな。よいしょ。もうちょっとこれアップで見てみましょうか。これですね、この P っていう文字、これね、プラチナの P。 あ、ちなみにこれは、M2 部、 M って書いてますね。はい、こういう感じなんですよ。
これ200円の商品かな。プレピーと同じ感じなんでしょうかね。まあちょっと2部は違いますけど、うん、書き味はどうなんでしょうか。ちょっとね、気になるところです。まあそれにしてもね、この軽さがなんともね。さて、ああもうちょっとか。よし、はい、出ました。おお、なるほど、なるほど。なるほどね。書きやすい。書きやすいですよ。出づらいポイントはあると思います。でも全体的に見ると十分書きやすい。すごいね、すごいね。なん、100均なのにこんなに書きやすいって。そっか、100均でここまでか。なかなかですね。ちょっとアップでいってみましょうか。